今は無用な過去の話だ、証人、証言の続きを。バムラ様もやった可能性があるんだよな。霊媒師が犯人だったなら、マユエ様ってここ犯人じゃないかね。マユエちゃんは違うんで。マユエさんは人質に取られていたんです。その上、縛られていたし、大臣の本名も知らなかった。まあ、これが一番大きいけどね。あんなだけどなかなか知ってる人いないだろうな。犯人のわけがないし、霊媒もできなかったんです。はあ、わしはそんなこと知らんが。角頭よ、先ほどまでソチは、綾瀬と迷いが霊媒をしたと言い張っていたではないか。だってガランさんが違うって言うんで。ねえ、名前がね、因果カルクールくらいだと私も思ってましたから、だから、舞ちゃんも知ってるかなと思ったけど、なんか因果カルクールなんちゃらなんちゃら、なんたらかんたらっつってね、すげえ長えさ、名前だったじゃないですか。実に鮮やかな手のひら返したな。俺、頭の切り替えが早いものですから。前向きなんだよ。そう、こういう時ほど、ふてぶてしく笑うさ。うん、実に、ふてぶてしいね。すがすがしいわ。ずうずうしいくらい。なるほどさんから受け継ぎましたよ、この技術。王族でもなければ、霊媒はできないか。驚きくん、確かにこの国では霊媒能力は王の血筋の力だ。一般人にはできないみたいだよ。ああ、そうだね。どうすればいいんだ？引っかかるな。あと少しで、すべてが繋がりそうな気がする。どうすっぺかな。王族だけ。ああ。天野様が死んじまったからね。霊媒師も今じゃガラン様だけじゃん。あ、でも、あ、だからさ、天野さんは死んじまったからねって言ってんだけど、もうここでじゃあ明かしちゃうか。ねえ。生きてるんですよ、だから。この写真が証拠ですと。天野様は、その、あの事件の後も生きてたと。で、今も生きてますと。だから、ガラン様だけってことではない。これいいのかな、言っても。ちょっと法廷中がちょっと、ね、混乱するんじゃないでしょうか。突きつけては見たものの、これって、一体どういうことなんだ。というか、だから、その、アマラさん、まあ、だから、アマラ様がやる可能性もある。やることはできた。だから、アマラさんがやった可能性がある、霊媒はね。ガランさんも、マヤちゃんも無理なら。弁護人黙ってないで何か喋りなさい。あ、すみません。だから、このバーヤがアマラさんと繋がってたら、ですね。先ほどのバーヤさんの発言に、矛盾があるようなんです。我々の知り得た情報とちょっと矛盾するんでね。どういうことでしょう。バーヤさんは霊媒ができないと主張していました。なぜならこの国で霊媒ができるのは王族だけだから。それが矛盾していると何もおかしくはないでしょう。いえ、問題はその先の発言です。そうなんですよ。矛盾は明白だ。問題はだから言っていいのかどうかってことでしょう、これ。アマラ様は生きているのだから。そしてバーヤさんは大臣を霊媒していた可能性が高い。ん？あ、繋がってるも何も。何？この人がアマラさん？こんなばあちゃんが？アマラさんってババアだったな。ババアっつったら、ババアっつったらあれだな、バーヤ。バーヤさんが大臣の寝室に入った直後に、アマラ様は霊媒ができた。そしてバーヤさんは、バーヤさんは大臣を霊媒した可能性がある。この情報がリンクすれば、
2時に殺害されてたはずの大臣が寝室から出てきているのだから。つまりバーヤさんは王族にしかできないはずの霊媒をしていたことになる。あ、そもそもこのバーヤも霊媒してるんじゃないのこれ。ねえ、十分にあり得るんですが、アマラス様が霊媒した姿なんじゃないのこれ。え、なんかとんでもない可能性に行き着かないかこれ。なるほどさ、これから俺ちょっとばかしぶっ飛んだハッタリを言い出すかもしれません。おとぎくん、どういうことだい。飛躍した推理かもしれません。でもその可能性さえ成り立てばこの状況を一気に打開できるんです。まさかその可能性って、そう、とんでもないハッタリだ。だけど証明できるかもしれない。皆さんこの写真を見てください。これちょっと明かすっていうのはちょっとこの国に関してこの国の中でちょっとね混乱が巻き起こるかもしれませんが、これはこの写真の存在が先ほどの現在霊媒ができるのはガラン女王だけという発言と矛盾しているのです。何せアマラ様は生きているのだから。その頭、その話はまあもうね聞けないですよ。裁判に必要なことです。黙っているわけにはいきません。ガラン検事だってもうお分かりではないですか。言わせてもらいましょう。弁護人、その人物はどなたでしょうか。この人物はアマラ前女王です。暗殺されたと思っていた彼女はなんと生きていたのですよ。え、何を言っているのです。これはね別に冗談でも何でもなく、これが真実。この写真に写った法律書を見ればすぐに分かることです。革命後の革命後に撮ったこれ、この革命派の夜勤はアマラ暗殺事件の後に、あ、そう、革命後っていうかあの事件の後、あの事件の後の写真なんです。これはくぅ、アマラ様が生きている。何を言ってるんだあいつは。真実なんだこれが。みんなで受け入れがたいかもしれないけど、私にはとても信じられない話ですが、まあいいでしょう。弁護人、ひとまず話を続けてください。続けよう。アマラ前女王は命を狙う族から身を守るために死を偽装されました。まあだから今も狙われてるってことでね、だから姿は明かせないけども、でガランさんが保護してくれてるそうですよ。だから身を隠すためにね、保護というか監禁ですが。そしてどこかに幽閉されているとドゥルクは話していた。しかし この写真の人物は幽閉などされていない。ん？どういうこと？だからこう今目の前にいるのはバーヤさんじゃなくて実はアマラ様で、だから霊媒ができた。アマラ様は幽閉などされていないと。それどころかアマラさんはこの法廷内にいます。何ですと。サトラ今おまんどもさまし出た死ぬけ誰がさよそのか。裁判長さんは惑わされてはいけません。この弁護士は嘘を誠にすり替えるテレンテカンに長けています。ハッタリと呼ばれる邪法の法廷戦術。しかし用心さえすれば恐るるに足りません。ナユタ、まもなくそのハッタリに震え上がることになるだろうさ。ほう、ナユタさんも知らないでしょ多分この事実は。そういうことなんじゃないの。ナユタさんも知らないからこういう反応なんじゃないの。突きつけてやるんだ、目の前にある真実を。え、突きつける。殺害されたと思われていた。
アマラ様はこの人だったのです。なるほど。あ、まあ、ってことはさ、ずっとその、なんていうのかな、まあ、身近なにはいたんだ。身近にはいたと。ということなんじゃないんですかね。あなたたちを見守ってたと。その人物は、く、ひゃ、あなたなんじゃないんですか。そう考えれば全てに説明がついてしまうのです。大臣を殺害し、死者の記憶を欺いた人物。まあ、これだから、相貌失認。そして殺害した大臣を霊媒し、死亡時刻を偽装した人物。事件を紡ぐ糸を張り巡らせていた王の血族に連なる霊媒師。そういうことですね。それは、バーヤさん。あなたこそが、前女王アマラその人であり、この事件の真犯人です。なるほど。なんですと。しまよいましたか、驚き弁護士よ。これでもさ、要するに簡単な証明方法がないですか。今だってこれおそらくバーヤさんの変装してるか、もしくはバーヤさんを霊媒してるじゃんか。ならそのなんだっけ、魂を解放するというか、あの霊媒を取りやめるあの秘術とかマガタもあったじゃないですか。あれをレイファさんが使えば真の姿が明らかになるでしょう。それさえやればいいんですよ。天をも恐れぬ不敬なるタバコと地獄でさえも生ぬるい。あなたのお母さんがここにいるんですよ。幅は恐ろしい。え、どうなんだ。そうですぞ。あなたは何をバカなことを。そもそもアマラ様が生きているだとか、いやそれは生きてるんだけど、バーヤさんがアマラ様だとか、めちゃくちゃにも程がある。いやそれだと筋が通るんですよね。話に筋が通るんですけど、まあ、バーヤがアマラさんっていうのはちょっとまだちょっとどうなのかなっていうのはあるけどね。でも確実にバーヤとアマラさんは関係してるとは思うけど、だったらこの場で確かめてみればいいことです。真相を知ってる人の力を借りてね。ガランケンジ。そっか、この人は全部知ってるはずなんだよ。だって幽閉してるって言ってたし、あなたはアマラ様の動向を知ってるはずなんですよ。アマラ前女王が亡くなっているというならこの場で霊媒できるはずですよね。あ、そっか、霊媒可能なはずですよね。それをしない理由、できない理由は認めざるを得ないようだな。あ、認めた。いいんですか、認めちゃって。弁護士の言う通りだ。彼女、バーヤこそが、え、言っちゃうんだ。俺なんか終わりそうだな。23年前に死んだとされていた、アマラ前女王様、その人だ。お、ポルくんかポルくんかの大説教だ、これ。今。鳴り響いてると思いますよ。数多くのポルクンカついに、ついにたどり着いたぞ、この事件の真犯人に。え、でもなんかそう考えたら悲しいな。アマラさんはだってそのねえ、トゥルクさんの奥さんで、かつナユタさんのお母さんで、そんな人がインガさんを殺したっつうのはさ、もう絶対みんなを守るためじゃん。絶対いい人だもんね。アマラさん。マーヤさん、いえ、アマラさん。もう使用人のふりはやめて、真実を話してください。お願いです。
やれやれ、参ったの。バレちまったかい。こうなったら仕方がないの。お。うわ。え。なんだなんだこれは。うわ、すごい、なんかちょっと、身震いした、なんか俺。うわぁ。なふぅ。老婆の振りは、疲れますわ。すげぇ。これが全女王、アマラ様。クラインの皆様方、ご無沙汰しております。なんか格が違う、なんか格の違いを見せつけられてるようだ。私が前代女王アマラでございますわ、よしなに。アマラ様、うわ、ぐがまさか目の前にいたとは。え、ドゥルク様じゃ何、アマラさん探しに行ったんだよね。まるで別人じゃないか。本当にご存命だったとは。ええ、冥界より呼び戻されてしまいましたわ。ご心配おかけしましたわね。うふふふふふ。アマラ様。我々の力が及ばず、お姿を晒すことになってしまいました。あ、じゃあ何、ガランさんはその、アマラさんを助けるために、守るためにこう、今まで隠してたのかな。申し訳ありません。良いのです、ガラ。命を狙う族、ドゥルクが捕まったのですから。待って、ちょっと待って。ああ、何、アムラさんはドゥルクさんのことそういう風に思ってたってこと？もはや姿を隠す必要もありませんわ。アムラさんはどういうことですか？あなたは23年前の火事で、亡くなったはずでは。あの火事では一命を取り留めたのです。ですが、生き残ったとあれば、また賊に狙われるでしょう。はあ。だから死を偽装したのです。妹に女王の座を譲って。すべてはあなたが仕組んでたと？あんな立派な霊廟まで建てたのに。それになぜ？使用人の姿などされていたのですか？まあ、姿をこう、ね、隠すためだと思うけどさ。ガラン、説明して差し上げなさい。アマラ様を、わらわの手の届く範囲で守るためだ。そして、世間の目を欺くため。急にガランさんがめっちゃ小物に見えてきた。何この見かけ。アマラ様のあの神々しさに比べたら。確かにドゥルクさんも。アマラ様はどこかに監禁されてると、そっか、ドゥルク様知らなかったのか。堂々と使用人をして過ごしていたなんて。なんかドゥルク様はあなたのことを思ってね、いろいろいたみたいですけど、使用人として過ごす人生も決して悪いものではありませんでした。煩わしい女王の役目を離れ、つつましく、ひそやかに日々を送る。ああ、その日々も終わりなのですね。角頭の弁護士様、あなたのせいで。これまでの日々が終わる。それだけで済めばいいですけどね。まあ、これではっきりしたわけだ。あなたはバーヤ、いや、アマラ様で、霊媒が可能だった。まあ、だから、ひょっとしたらあなたが真犯人なんじゃないかという、疑いがね、ありますよ。どういうことかしら？アリバイなんかないでしょ？そう考えたら、あなたにはね。あなたが誰であろうと罪を逃れることは許されない。俺はあなた、大臣殺害の真犯人として、告発します。弁護人、アマラ様を告発するというのですか？まあ、アマラ様だろうが何だろうが、では犯罪を、殺人を犯したのなら、
フライン教の大巫女様を分かっているのですか。いわばその神様みたいなものです。神様はそこに存在してるじゃないですか。一人の人間として神様だろうと仏様だろうと関係ありません。告発するに足る根拠がありますから。まあだから反論があるなら聞きましょうと。 なんという人でしょう。鬼と呼ばれてますからね、あの鳥木さんも巷では。アマラさん、バーヤさんだったあなたなら大事の得意な体質もご存知ですよね。努力の服装で死者の視界を欺くことだってできたはずです。あなたってことはドゥルクさんを疑ってたんだな。ドゥルクさんに罪を着せようとしたってことだろ。恨みがあったってことか、ドゥルクさんに。違いますか。うふふふ、面白い方ですこと。始祖の生まれ変わりとまで言われた私を殺人犯扱いとは。あなたはクライン教にとって偉大な人物なのかもしれません。確かにあの霊媒の仕方はなんかすごい華麗なものだったな。しかしそんなことは知りません。何せ異邦人なものですから。どうやら本気で私を薄汚い殺人犯扱いしたいようですね。薄汚い、うまそうだな。それだけの疑いがあるような行動を取ってますから。あなたは天野様、申し訳ございません。弁護士があのような不敬なことを。良いのです、ここは法廷なのですから。大巫女といえど証言台に立った以上一人の証人に過ぎません。分かってるじゃないですか。どのようなご指摘も慈愛の心を持って受け止めましょう。ああ慈悲深き大巫女様ですが、弁護士様、はい、何でしょう。あなたの推理には致命的な矛盾があるようでございます。お、はあ、矛盾ですか。何言ったよ。はい。動揺してるだろうな、ナユタさん。事件後、霊廟にいらしたのはどなたでしたか。被害者である大臣とドゥルク、そして綾里と迷いです。そうだなぁ。なるほど、確かに矛盾しています。霊廟には、何あの、バーヤさんがいなきゃおかしいっていうことなんでしょうかね。どうなんだろう。アマラ様が大臣を霊媒し、霊廟に移動したなど、ありえません。大臣を霊媒し、霊廟に移動した。おー。え？何言ったよ。お頭の回転が鈍い弁護士様に説明してあげなさい。ちょっと俺もちょっとよくわかってないな。はあ。どういうこと？フェイファ様が霊廟に向かう大臣を目撃したのは2時半頃のこと。だこの時すでに大臣は殺されてて、お霊廟にいるということになってますが、そして、弁護人の主張によると、その時の大臣は、アマラ様によって霊媒された姿だったとのことです。しかし、もし弁護人の言う通りにアマラ様が大臣を霊媒し霊廟に移動されたならば、霊媒を解除した後に出てきたんじゃないの。アマラ様がその場に現れることになります。あ、そうか。そしてあなた方が訪れる前に外に出られたなら、中庭にいらしたレイファ様が、目撃したはずでございます。そっか、その後のこと考えてなかった。そうか。どこに消えたのか、アマラ様は。しかしレイファ様はそんな様子を見ておられない。つまり、アマラ様は現場発見まで霊廟から出られなかった、出られなかったことになる。棺の中にいたんじゃないの、あの、棺の中、調べてないんでしょ。弁護人、事件後アマラ様は現場にいらっしゃいましたか。
いませんでした。ふう、お分かりかしら。あなたの主張は完全に崩れ去るということになりますわ。グオどこに消えたのか、そこにいたのか、どっかに逃げ道があったのか。ふ、面白い。ない歌よ。この先はソチが引き継げ。母の疑いを晴らしてみせよ。あ、ガランさんは引きますか。拙僧がですか。実の母を守るため、父である被告人を裁く。なんかすごい、複雑だな。クックク、実に感動的ではないか。なるだよ。ソチは母親のために父を裁くことができるかな？どっちかが犯人ってことでしょ？少なくとも。は、もちろんでございます。ということだ、裁判長。わらわは高みの見物と行くことにする。もうじゃあガランさん用なしってこと。仕切っていいぞ。ありがとうございます。それでは、アマラ様。証言をお願いいたします。どこに行ったのかだよね。確かにわかんない。エンゴリンの推理は、たわごと。あなたの愚かで野蛮な推理を破ってご覧に入れましょう。事件後、私は霊廟におりませんでしたわ。そうだね。なるほど。あなたが正しいなら、霊媒を解いた私が現場にいたはずです。待って、あの時、現場にいた人物を整理してみようか。インガさん、被害者のインガさん、そしてドゥルク、マユちゃんだよね。犯人は我が夫、ドゥルクです。事実彼は法廷から逃亡しました。国家の反逆者ドゥルクに、始祖様の裁きがあらんことを、ドゥルクさん、あなたを探しに行ったんですよ。さすがアマラ様ですな。完璧な主張に思えます。これも始祖様のご加護の賜物。私の姿が暴かれたのも、きっと始祖様のご意志です。やばいとな、あくまでも我々でしょう。なんと、始祖様が？そう、きっと真実を明らかにするためには、なんかいっぱい、どこにいた？特に虎。始祖様が私を導いてくれたのでしょう。ああ、素晴らしい。始祖様。アマラ様。わあ、アマラ様。神様。なんだ、あの動物どこにいたんだ。誰か虎でも飼ってたのか。それでは弁護人、尋問をお願いします。相手は大巫女様です。くれぐれも、失礼のないように。というか、矛盾とかあっても指摘しないように。するわ。何のためにするの、じゃあ、尋問。動物いっぱいいる。